こんにちは。今日は何の前触れもないですけど、SR に電圧計を取り付けてみました。で、取り付けた電圧計は、これです。なんだっけ、デイトナの、アクアプローバ、コンパクトボルトメーター。結構世間で評判のいいやつですね。なんかバイク持ったらこれをつけとけみたいな。そんな風に、こう、すごい高評価、評判のいい電圧計ですね。で、この電圧計は、うちの CBR にもつけてて、こんな感じで、バッテリーに直付けなんですけど、なんだっけ、オンにしたら、通電されるっていうので、普通に止めているときには、バッテリーの消耗をさせないっていう、そういうありがたい作りになってます。で、うちの SR はバッテリーがこんな風に、ちょっと、この辺りが、なんだろう、若干スカチューみたいな風にした上で、ここに、後付けのトレイをつけて、バッテリーを横に寝かせるっていう作りになっていて、で、もともとさっきの、電圧計は、ワニ口端子っていうか、バッテリーの、バッテリーの端子に、共締めして、つなぐっていう、接続するっていうやり方なんですけど、SR の、少なくとも私の年式の SR はこういう、バッテリーの接続になってて、そのワニ口こういう端子が使えないんですよね。なので、もともとあった配線を切って、で、普通に擬保子を、擬保子にして、で、もともとバッテリーと車体をつなげているところを、二股に、こんな感じですね。二股に分岐させて、で、片方を車体に、もともとの配線。で、もう片方を今回の電圧計の配線につなげているっていう形にしました。で、キーをオンにすると通電するっていうところについては、こっちの、ブレーキランプじゃねえや、テールランプ。テールランプの配線を同じように、こんな風に分岐させて、で、そこにつなげています。で、こんな形で、これちょっと取り付けが、固定位置をどうしようかと思っていて、ちょっと固定できてないんで、ちょっとこんな状態ですけど、キーをオンにすると、こんな風に。で、今低いですよと。で、回転数を高くすることで、バッテリーが充電されるんで、電圧が上がるっていう、そういうのが、目で見て分かるっていう、そんな感じになってます。もともと CBR があんまり乗れてなくて、よくバッテリー
が、上がっちゃって充電してっていうのを繰り返すような時期があったので、ちょっとバッテリー管理はしっかりしたいなと思って、まあこれをつけていて、で同じように SR もちょっと僕バイク何台か所有してて、ずっと1台乗ってれば、1台をずっと頻繁に乗ってれば、バッテリーが上がる心配なんてしなくていいと思うんですけど、そういう層もできない感じなので、一応まあこれをつけて、バッテリーが上がってないっていうのをちゃんと確認したいなと思っています。で、これからちょっと取り付け場所どうしようかなって悩んでるんで、これからもうちょっと悩んでいこうと思ってます。電圧計の取り付け位置なんですけど、ここにしました。走行中は、ほぼ見えない。多分夜走ってる時には、何色のバックライトになるのかっていうのがぼやっと見えるかなぐらいだな感じだと思うんですけど、普通に昼間走ってる時には、まあ、このキーホルダーが隠すっていうのもあって、見えない状態にしてます。で、見えないようにしたいわけじゃなかったんですけど、なんか適当な場所が、設置場所がなくて、まあ、結局ここになってしまったっていうのがあるんですけど、まあこんな感じで、まあ走行中にここの変化を確認したいっていうのはそんなにないと思うんで、まあここでいいかなと思って、こんな風にしました。今回はこの取り付け位置っていうよりも、まあ配線の方をこんな風にしましたっていうのが、まあどなたかの参考になればと思って出した動画なので、まあこんな感じで終わりたいと思います。それでは。